そうだそうだ、テイク5のブルーベックさんがね亡くなったんですけども、91歳かな。あの五拍子っていうですね、1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5、跳ねてっから難しいけど、4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1、普通だと、これだと普通の8分の6っていうか3拍子の、うん、こうなんだね。普通っていうか、まあ割り切れる数っていうか。1 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3、普通でしょ。でもこのブルベックさんのは1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3、サビが好きなんだ俺。子供の時からね、この曲のこのここがすっげえ好きだったんだよな。なんでだろうな。なんかね、なんて言うんだろう、大人の世界というか、小学生の頃からこのサビがすっごい好きだったので、このブルベックカルテットか、デイブ・ブルベックカルテットのオリジナルのこの曲もさ、テイクファイブの曲もなんかサックスだよね確かね。ブルーベックさんはジャズピアニストなんだけどさ、アルトサックスのポール・デズモンドさんっていう方と一緒にこのブルーベックカルテットで、そのサックスのデズモンドさんのそのパラッ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 、すっげえ好きだったんだよこのメロディーが。そうなんですよ。その、ブルーベックさんが91歳で亡くなりましたですね。テイク5って言うとね、この時期クリスマスにいつも俺が、こう、今宵はクリスマス、君に会いたかった、やりたかった。そんなことばっかやってますけど、本当は、僕は、この曲が大好き。本当は大好きって変だけど、本当に大好きだったんですよ。あんな風に歌うと思わなかったの、自分だって。そう好きだったな、今思い出したな。そうやって考えるとさ、今年は本当にブルーベックさんは突然だったけど、突然っていうかもうお年ね、90過ぎですから、お年といえばお年なんですけどもね、突然亡くなった方が多くてさ、結構寂しい思いを今年はしたな。例えばちいさんぽずっと見てたからさ、えって感じでしょ、なんでこの間出てたじゃんテレビにっていう、そんな感じだったの。あとこの間亡くなったあの政治評論家の三宅さん、えこの間あのテレビタック出てなかった、テレビタックに最近だよな出てたのと思ってさ、あれっていう、今年はねそういう感覚っていうか、そういう気持ちになった人が多かった。なんかすごく神田さんもそうだったけども、結構なんかそれまですげえ元気だったのに、なんか急に行っちゃったなっていう人が、イメージがね。 あとあの人もそうだ、経済評論家の若い方、なんだっけあの人、ああどうせしようだ。これ40何歳のさ、違う違う
そう、後で思い出すけど、あの人もテレビ出てたもん、最近までね。え？って感じですよね。そういう人がなんか多かったような気がするね、今年はね。だからあの人急にいなくなっちゃったっていうような印象が強い人が多くて、なんかすごくですね、まあお会いしたことない人も多いんだけど、勝手にねこっちが、寂しい思いになっちゃったなっていう方々が多かった気がしますね、いつもの年よりもね。金子さんだ、金子さん、そう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 、金子さんだってずっとテレビに普通に出てて、そう、変な人とか思ってたんだ俺、その時ね、普通に出てった時はね、面白いなこの人なとか思ってさ、あの人亡くなってびっくりしたわと思って、そうなんだと。ただ実は金子さんはオールナイトニッポン聞いてくれたらしいんですよね、あの拓郎さんとのオールナイトニッポンと。へえ、そうなんだと思って。ちょっと勘三郎さんもそうですけどね、まあ僕はその勘三郎さんのことをね、そんなこと言うのはちょっとおこがましいんですが、そのもしかしたらお会いしてたかなっていう、まあ、ちょっとした縁がね、うん、なかったんだけども、ちょっとまだ人生ほんの一瞬違えば会ってたんだろうなっていう方々も結構いたんじゃないかなっていう、そんな気がしてですね、うん、そんな寂しいね、1年